はい、どうも、ふがくんです。はい、ということで、今日はね、コンパスっていうゲームをやっていきたいと思います。まあ、僕、初心者の雑魚なんでね、初めての実況プレイになるかなって思うんですけども、やっていきたいと思います。でですね、僕がコンパスをやり始めたのは、つい1週間前ぐらいなんですけども、なんか、ファイナルファンタジーコラボっていうのが来てるんですよね。これ、僕、ファイナルファンタジー全然知らないんですけど、このヒーローかっこいいんでね、まあ、性能とかよく分かってないんですけど、初心者なんで全然分かってないんですけど、なんかかっこいいんで回そうかなって思います。でこのヒーローチケットが3枚ないといけないんですけど、ヒーローチケット不足してるんですよね。なのでまずはこのガチャでチケットゲットしていこうかなって思います。それじゃあいきましょう。よいしょ。ちなみにレアリティはノーマルとレアとスーパーレアとウルトラレアがあるらしいです。何これ、めっちゃ強そう。フルアーマー機動兵だって。絶対強いじゃんこれ。スーパーレアだし、スーパーレアって多分一番上のやつだよね。わかんないけど、初心者だからわかんないけど。うわ、何これ、グラディオラス。絶対強いじゃんこれ。なんかでもなんかそんなにかっこよくないそんなになんか派手じゃないね。うん、スーパーレアだけどね。スーパーレア多分一番上のレアリティだと思うんだけどね。てかウルトラレアとスーパーレアってあるじゃないですか。僕ウルトラってちょっと調べてみたんですよ。そしたら英語で超っていう意味らしいんです。あのドラゴンボールスーパーみたいな、そう、スーパーと同じ意味なんですよあれ。だからスーパーレアとウルトラレアって実質同じなんじゃないかなって。だからこれもなんかブラジャーね、なんでスーパーレアとウルトラレアで分けてんのかなって。アラネア、セクシー。スーパーレアめっちゃ出るじゃん。もしかしてこれめっちゃ良心的な、何これ、なんか演出違う。もしかしてウルトラレアが一番上のレアリティ？わあ、知らなかった。この子めっちゃ可愛いじゃん。強いのかな、ちょっと初心者だからわかんないけど、なんか強そうだよね。そうなんだ。じゃあスーパーレアは2番目か。なんだ、ウルトラレアが一番上だったのか。いや、初心者だったからずっとスーパーレアばっかり使ってた。いや、騙された気分、本当に。てか長くねガチャ長くね、思ったんだけどガチャ長くない、このゲーム、このコンパスっていうゲーム。初めて50回回したからあれだけど、あれちょっと待って、なんか俺17枚持ってるあれおかしいな、あれ俺初心者なんだけど、あれんだろう、この S レアのやつ140枚あるなあれなんだろう、あ、1回で140万。違うよな、獲得枚数2回って書いてるしな。なんだろう、こういう仕様なのかな。ゲームインストールした時にランダムで持ってる枚数が変わるとか、まあ、そういう可能性あるよね。うん、まあ僕初心者なんで分かんないですけど。まあとりあえずこれでチケット1枚ゲットできました。ということでもう1枚ゲットするためにもう1回60連引いていきましょう。ちょっとこれ長いからスキップしようかな。ウルトラレア、これなんてやつだろう。これはフルークツォイクってやつですね。読みづら、何これ、フルーツツォイク。へえ、これ強いのかな。なんか26枚持ってるけどなんだろうこれ、多分ランダムでもらったんだろうねきっと。まあウルトラレアはそれだけか。まあ強いのか分かんないけどゲットしました。ってことでこれでチケットゲットできましたね。おお、光ってますね、ここノクティス確定のこれ光ってる。これで多分ゲットできるんだね。はい、いやー、ついにノクティスゲットですよ。強いのか分からないですけどね、僕初心者なんでね。おお、かっこいい。
ルシス王国の正当な王位後継者、王族の力である武器召喚を用いて仲間と共に敵に立ち向かう。ノクティスゲットしました。いやー、やった。あ、2回目とかあるんだ。へえ。あ、そういう感じなんだ。あー、なるほどね。こういうの見てなかったもんね。なんか今回からガチャの仕様変えたのかな、ね、変わってるよね。あ、じゃないわ。なんかこういう仕様なんですね。僕初心者なんでちょっと初めてなんですけど、こういう仕様なんだ。はい、ということでこれですね。ノクティスゲットすることができました。いやー、でもステータスめっちゃ強いよね。多分めっちゃ強いわこいつ。ちなみにこのヒーローなんですけど、僕が始めた時からなんか全員揃ってましたね。ノクティスみたいに多分チケットでゲットしないといけないんじゃないかなって思うんですけど、まあこれも多分ランダムで決まるんでしょうね、インストールした瞬間に。うん、なんかラッキーだったなって思います。はい、ちょっとせっかくなのでノクティス触ってみます。なんか姿勢が姿勢がちょっと前傾姿勢だね。おお、よく、おお、かっこいい。何これ何これ、ちょっとよくわかんないけどかっこいいわ。なんかハエ飛んでる。近距離攻撃とか早いのか。あー、まあ普通。え、ちょっと待って、これめっちゃ早いね。これ強いだろ。13みたいな感じだな。うん、13だな。これこっから届くかな。さすがに届かないか。わ、めっちゃ届く。すごい。あ、これ距離によって攻撃も違うんだ。すごい遠くまで届くね。なんというか、なんか、ノクティスだけ、なんだろう、グラフィックが違うよね。ノクティスだけすごいリアルな感じするよね。ね、甘い色とか、なんか、普通に 2D って感じなんだけど、ノクティスだけ 3D って感じするよね。で、このノクティスのキャラクターボイスが、鈴木達久さんな、すごい言いづらい、鈴木達久さんなんですよね。鈴木達久さんっていうと、僕はあの、7つの滞在の、フォックスシーンのバン。バンのイメージがすごい強いですね。まあ、それしか知らないんだけど。うん。いや、だからなんだって話なんですけど。まあ、ゲットできてよかったなと思います。はい。それじゃあ、今回はガチャ動画でした。いや、初心者なんですけど、無事ゲットすることができてよかったなって思います。はい。それでは、フガくんでした。バイバイ。